はやばいもん作っちゃったよ。こんなに咲くのは反則。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日はですね、ちょっとすげーの見つけてきちゃったというか、まあ育て始めたらすげーことになってるので、そんなちょっとペチュニアの話をというか、まあご紹介を、現物ここにあるのでご紹介しながらお話ししていきたいなというふうに思っております。翼作ペチュニアバカラ IQ ですね。坂田さんの品種なんですけども、まず見ていただきたいのがこれ、ザザン、すごいっしょ、これすごいでしょ。ちょっとアップでお見せしますよ。今ね、花柄摘みをしてないから、ちょっとね、あの花柄とかついちゃってるんですけど、これ見てください、この花のつき方、やばくないですか。これね、坂田さんの翼作ペチュニアバカラ IQ っていうシリーズなんです。もうちょっと恐れ入りました。坂田さん、これが世界の坂田の実力かと言わせるようなペチュニアが出てきちゃいました。まあその品種というか、種類によってね、この伸び方とかちょっと違うような感じではあるんですけど、この花のつき方がやばいよね。僕ね、あの特殊なことって別にしてないんですよ。まあ、こいつはちょっと伸びる品種なのかなっていう感じですけども、ペチュニア特有のいい香りももちろんします。でね、一般的なペチュニア、まあそのいわゆるお安い部類に入ってくるペチュニア、いわゆる廉価品と言われているものですね。最近はもうブランドのその個人育種のなんていうのかな、花形のすごいものとか、あとはまあこうやって一株で大きくなるものとかっていろいろあるんですけども、簡単に手に入って、なおかつまあ普通のペチュニアなんですけども、これを磨いて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 磨き続けていった結果、ここにたどり着いたんだなっていう、それがこのバカラ IQですね。翼作ペチュニアってやつです。翼作ペチュニアってよく言ったもんで、この花のつき方がやばい、やばいよこれ。このポット苗の、これね、買ってきてまだ 2,3 週間しか経ってないの。僕沖縄に住んでるんで、皆さんより一足早くペチュニアをね、普通にこう生育させていくっていうことが可能なんで、ちょっとテストをしてみてたんですよ。そしたらね、これ咲きまくりだよ、咲きまくり。で、このね、バカラ IQ、翼作ペチュニアのすげえところ3つっていうのを今日はちょっとね、ご紹介したい。花柄摘みがいらないぐらい、次から次に咲いちゃうってやっぱすごいことだと思うのよ。今まではね、切り戻しして咲かせて、切り戻しして咲かせてって、花芽を作るために、もう最初はお花を摘んで咲かせないようにしなきゃいけないって僕はね、ずーっと言ってきたわけ。だけど、もうそんなのいらない。この品種もいらない。もうほっとくだけでバンパカバンパカ咲いちゃう。すげーことになっています。で、このすごいところの二つ目。二つ目はね、雨に強いってところ。今までのね、ペチュニアのいわゆるその弱点っていうのが、雨に当たることで花がしおれたりとか、あとはある程度株が大きくなった時に株がこう倒れちゃう、割れちゃうっていうのがあったんだけど、これ雨が降った後の復活がめっちゃ早いのよ。で、これさっきまで雨に濡れてたんです。で、それをちょっと乾かしてね、2時間ほど乾かして、水気が飛んだところで今撮影をしてるんですけども、この復活力すごいよ。もう何事もなかったような感じで咲いてる。他の花色もお見せしましょうね。このピンクもさ、ほら雨に濡れてたんだけど、もうその面影もないぐらい咲いてるよね。これすごいよね。これで切り戻したらどんなことになるんだろう。ちょっとね、楽しみが増えちゃったかなっていう感じなんですけど、雨からの復活力が強い。坂田さんの、ホームページの方には雨に強いっていうふうに書いてありますけども、まあ長雨でね、わーっとなって、ちょっとね、こう株が開きかけてもまた戻ってきたりとか、あとはまあ花がね、しおれにくいっていうのがありますね。すぐしぼんじゃったりするんだけどね、そこがとにかくすげえなというところ2つ目でした。3つ目はね、まだ僕まだ検証してないんですけど、
暑さに強いとのことです。もともとペチュニアっていうのは暑さには強い品種ではあるんですけど、ね、種類の花ではあるんだけど、この暑さに強いは高温多湿に強いなのか、それとも単純な暑さに強いのか、ただそのね、連続開花性っていうのがおそらくものすごいんだと思います。暑くても咲いてくれるっていう、もちろんそのベランダの照り返し含めて、このペチュニアちゃんたちの体感温度が50度ぐらいになっちゃうと、もちろん花止まると思うんですね。だけど30度ぐらいまでだったら全然いけちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。照り返し防止は防止でね、いろいろやっていただければと思うんですが、まずその辺もね、後でまとめて話しましょうね。植え付けのコツであったりとか、あとは育て方のコツっていうのを後半話していきます。この暑さに強いっていうのもちょっと楽しみなところです。よく咲くペチュニアなんですけど、もう絨毯のように咲き誇るっていうのが売りのペチュニアで、まさしくそうなのよ。絨毯よ、これ絨毯、こうでしょ。同じ花色でこう並べるとさ、高さも大体同じぐらいじゃない。ほら絨毯、これで2株だよ。2株もう花束だよね、これね。花束で渡してもいいぐらいの美しさ。これはすげーの作ったなっていうふうに思いました。もうね、僕がイメージしていたペチュニアの育てにくさであったりとか、いわゆるその忙しい方たち向けだと思うんですよ。この忙しい方でも花がら摘みとかせずっていうか、まあ控えめに週に1回とか、あとは外の花壇に自由でして、強いとか、それから肥料もこれね、おそらく少なめでも咲きます。いろいろと実験してみましたが、咲いてきてます。この辺がいいですね。まあ、手に入りやすい、そして、花数が多い、雨に強い、暑さに強いということで、僕4つになっちゃいましたね。このね、手に入りやすいっていうのはやっぱり魅力的なものの一つです。このペチュニアなんですけども、まあいろんな品種がある中で、僕らもですね、ものすごく掘り込んでいるゲブラ長豊さん、この八ヶ岳のゲブラ長豊さんの農場で4月の7日朝10時から夕方3時過ぎぐらいまでかな、4時ぐらいまでかな、即売会を行います。もちろんですね、ゲブラ長豊さんのボス新井さんもいらっしゃるし、新作が結構ですね並ぶんじゃないかなっていうふうに思っております。まあこっそりとですね、新井さんに新作並べてねということで、お伝えしておきたいなというふうに思います。細かいことですね、決まり次第皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思うんですが、まずはね、やるっていうことだけをとにかくお伝えしなきゃいけないということで、ぜひ八ヶ岳に遊びに来てください。では後半です。よく咲くペチュニアに限らず、ペチュニアの育て方のコツっていうのはやっぱりあって、何をどうしたらいいかっていうのをね、少しお話ししていきたいなというふうに思います。このペチュニアなんですけども、まあ普通の育て方でもよく育つので、やっぱり春のね定番っていうふうになってるんですけども、最近の、いわゆる高い品種、うちもたくさん扱ってますけども、高い品種っていうのは一株ですごい大きくなったりするわけですね。でこのよく咲くペチュニアに関しては、いわゆる一般的なペチュニアとほぼ同等か、もう少し大きくなるんじゃないかなっていうような品種だと思います。いやいや、そこは違うよ、すげえでかくなるよっていうことであれば、ごめんなさい、僕の間違いということでコメント欄なんかで教えていただければと思います。なのでね、8号鉢に3株ぐらい植え込んで、こうわわわわってこう咲かせてもいいですし、僕の場合はこのアクアセルの上に乗っけて、こういうシートがあるんですけど、このおー危ねよいしょ、おー事件です事件です事件ですよ。こんな感じで花壇のように、作ってみたりっていうことをやっています。まあまあ思い思いに楽しんでいただければいいんですけども、普通のね株数で、よく育つんじゃないかなっていうふうに、思いますね。もうとにかく植えてお水あげて肥料あげてでよく育つっていうのが、気軽に楽しめる部分かなって、そこがとってもですね楽ちんなところ。気をつけたいのは梅雨時期ですね。梅雨の長雨にずっと当て続けちゃうとちょっと良くないっていうのが、
まあお花全般に言えるんですけど、この特にねペチュニアに関しては言えるかなというふうに思います。もともとですね、このペチュニアっていうのは乾燥に非常に強いんですよ。水枯れしても復活力が結構ある、乾燥に強い。お水が嫌いってわけじゃないんだけど乾燥に強いんです。で、この乾燥に強いお花たちっていうのは長雨に弱いっていう性質があって、あとはですね、蒸れやすいっていうのがあります。蒸れるってどういうことかっていうと、まあ、僕の株ね、みんな綺麗なんで蒸れてるところが見当たらないんですが、蒸れになりかけのっていうのはこういう感じかな。葉っぱがね、下葉が黄色くなるの、なんとなく見える？枯れてというかしおれて黄色くなってますけど、こういうね、黄色い葉っぱが出やすいです。これね、黄色い葉っぱが出やすい。あ、映ったね。こういう葉っぱが出てきたら、あ、蒸れちゃうなっていうことで、風通しをとにかくね、良くしてもらいたいんです。特にペチュニアはね、風通しを良くしてほしい。で、この風が通りにくい場所に植えるのはあまり向きません。風通しがいい場所の特徴っていうのは、このしおれた花が終わったこの花柄っていうんですか、これがね、カラカラに なるんですよ。これちょっと湿ってるね。こっち、カラカラなんですね。こうやって、カラカラなの。で、こういう風に花柄がカラカラになるような場所で育ててください。なので、鉢植えでやり始めて、移動させながらね、見てもいいかなという風に思います。あとね、マンションの高層階に住んでる方、さすがに六本木ヒルズの屋上の方だと風が強すぎちゃうかなっていう風に思うんですけども、マンションでも6階、7階以上だったら風が結構ね、通りやすかったりするので、そういうところで育ててもいいかなっていう風に思います。あとは、朝日によく当ててあげてほしい。東向きの場所、南向きの場所っていうのがとっても好きです。なのでそういった場所で育ててあげるといいかなっていうふうに思います。お彼岸ぐらいからかな、3月下旬ぐらいから植え始め、スタートっていう感じですね。もう3月の声を聞くとペチュニアっていうのは店頭に並び始めるんですけども、そのタイミングで植え始めても全然 OK です。遅霜が来ない地域だったらもう全然 OK で、凍らなかったらまあまあ平気です、ペチュニア。なのでそれぐらいの気温になったら植えても OK。 恒例の根っこチェック行ってみたいと思います。おっ、よいしょ。ほら、いい根が生えてるよ。いい根だということで、この根っこね、ほぐして植え込むと思うんですけども、ほぐし方はこういう感じで、土をね、ボロボロ落とさないようにちょっとだけ切って、これを、まあ、下の部分とか、あと肩までね、びっしり入ってたらここも落とすんだけど、そんな風に落としてあげて植え込むといいです。なので根っこはね、優しく優しく触ってください。で、優しく触れば触るほど、植え込んだ後の、しおれっていうのが防げます。これ、なんでここまで注意しなきゃいけないかっていうと、植え込んだ後に日に当たってしおれちゃうことがあるのよ。で、これは根っこをほぐしすぎちゃった時に起きがちです。起きがちなので、そのあたり注意していただければなというふうに思います。僕の場合はもうね、土いらずアクアセルっていうね、アクアセルで育ててるので、もう置くだけ簡単っていう、置くだけで花壇になっちゃいます。で、これね、このままあと1ヶ月、まあ、1ヶ月かかんないかな、2週間も経つと、わーっと広がってって、一つの花壇みたいになります。まあ、後々から言うのもなんだけど、同じ色で揃えたらすげえことになったなっていうふうに思うので、ちょっとね、これ追加でね、買ってこようかなっていうふうに思っております。よく咲くペチュニア、バカラ IQ。僕、ちょっとこのペチュニアは楽しすぎちゃって、いわゆるその個人育種の、ちょっと変わり種のペチュニアももちろん面白いんですけど、このいわゆる普通のペチュニアなんだけど普通じゃないみたいな、僕自身これを育てていてビオラ DJ の衝撃と同じぐらいのものを受けました。これはね、ペチュニア界のビオラ DJ になる可能性がある。これはやばい。今後のスタンダードになりそうな、そんな予感がしています。ぜひですね、
皆さんもお家に5、6株はお迎えされると楽しいんじゃないかなっていうふうに思っております。ということで、この動画面白かった、役に立ったということであれば高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。さよなら。あ、そう、ごめん、忘れてた。ペチュニアの育て方の、詳しいことご覧になられたい方は、概要欄の方にペチュニアの育て方、僕の動画、過去の動画なんですけども、貼っておきますので、そちらご覧になっていただければと思います。そして、4月の7日、ゲブラ長豊さんでの八ヶ岳のね、即売会、ぜひ、皆さん来てください。バイバイ。